リチャード・トンプソンはイングランド出身のミュージシャン、ギタリスト、シンガー・ソングライター。主にフォークロックの方面で活動する英国における同分野の重鎮的存在。1970年代は妻とのデュオ、リチャードリンダ・トンプソンで活躍。後年はソロシンガーとして様々な音楽アーティストと共演した。2011年、大英帝国勲章を除勲。 トンプソンが最初に脚光を浴びたのは1967年に共同で結成したフォークロックグリープフェアポートコンベンションのリードギタリストケンソングライターとして1960年代終盤のことだった。1971年にグループを離れてから1972年に自身の最初のソロアルバムヘンリー・ザ・ヒューマン・フライをリリースした。翌年、 当時の妻のリンダ・トンプソンとデュオを結成し、高い評価を得た、I want to see the bright lights tonight 及び、シュートアウトザライツを含む6枚のアルバムを制作した。デュオの解散後、1983年に、ハンズ・オブ・カインドネスをリリースして、自身のソロキャリアを再開した。ソロアルバムのうち、Feel So Good, You, Me, Us, Dream Attic の3枚は、 グラミー賞にノミネートされ、スティルが自身初の全英トップ10アルバムとなった。トンプソンは新しい楽曲の創作とレコーディングを続けており、たびたび世界中の様々な場所で演奏している。音楽評論家、ニール・マコーミックはトンプソンを多彩な名人級のギタリストであるとともに、その仕事で知性と暗い感情を燃やす、鋭い観察眼を持った。 シンガーソングライターと説明している。作詞作曲によってアイバーノベロ賞を受賞し、2006年には BBC から生涯功績賞を授与されている。トンプソンの1991年の曲、1952ヴィンセント・ブラック・ライトニングは、タイム誌の1923年から2011年の間にリリースされた最も優れた英語による楽曲の オールタイム100ソングズリストに掲載されている。トンプソンは音楽への貢献によって2011年、新春叙勲式で大英帝国勲章を授与された。様々なミュージシャンがトンプソンの楽曲をレコーディングしている。リチャード・トンプソンは、イギリスのウェストロンドン、ノッティングヒルのラドブローク・クレセントに生まれた。スコットランド人の父親は、 スコットランドヤードの刑事兼アマチュアのギター演奏家であり、他の数人の家族はプロの音楽演奏家だった。ハイゲートのウィリアム・エリスコーに在校中、最初のバンドであるエミールザ・ディテクティブズを旧友で、後のストラングラーズのリードボーカル兼ギタリストであるヒュー・コーンウェルと共に結成し、ベースを担当した。同年代の多くのミュージシャン同様、トンプソンは若くして、 ロックンロールの洗礼を受けるとともに、父親のジャズ及び伝統的なスコットランド音楽のレコードコレクションの影響を受けた。父親は1930年代にグラスゴーでジャンゴ・ラインハルトの演奏に接し、自身もギターを弾くようになった。後に、ひどいアマチュアプレイヤーだった、使うコードは3つだけなのだが、ひどいことに C、カイ・ G じゃなかったんだと息子に語られている。 これらの音楽ジャンルのすべては、後のトンプソンの演奏に影響を与えている。ジョー・ボイド曰く、彼は大体どんなスタイルでも真似できて、そうするんだが、簡単に聞き分けることができる。彼の演奏からは、バグパイプのドローン音であったり、バーニー・ケッセルや、ジェームズ・バートンのギターや、ジェリー・リー・ルイスのピアノのエコーのような映像の旋律なんかを聞くことができる。だけど、ブルースのフレーズはない。 18歳の時には共同創設メンバーとして新たに結成されたフェアポートコンベンションで演奏するようになっていた。トンプソンのギター演奏はアメリカ人プロデューサー、ジョー・ボイドの耳を引き付けた。主にトンプソンの演奏の力強さから、ボイドは彼らの面倒を見るようになり、自身のウィッチシーズンプロダクションマネージメントカンパニーと契約させた。ボイド曰くアメリカの音楽を 演奏していますウェルヒルグラマースクールの男女混成による素晴らしいグループがいた。レナード・公演の歌、リチャード・ファリーニャの歌、ボブ・ディランの歌などが、ウェストコーストロックスタイルで演奏されていた。そして、ギターソロの番だ。リチャードは、すごいソロをやっていた。彼は、ジャンゴや、チャーリー・クリスチャンを引用したソロを弾いていて、信じられないほど洗練された、小さなソロだった。 そして彼の洗練された幅の広さには本当に驚かされ、だからギグの後に楽屋に行き、君たちレコードを作ってくれないか、と言ったんだ。その後まもなくすでに結出したギタリストとしての名声を得ていたトンプソンは本格的に曲作りを始めた。これはフェアポートコンベンションが最初は基本的にカバーバンドであったため、 必要に迫られたわけではなかったようだ。ギグの後にアシュリーに行ったのを覚えているのだが、自分たちがこんな曲ばかりをやるのは恥ずかしいと思っていたんだ。悪くないんだけど、十分じゃない。1967年ともなると、他のバンドはオリジナル曲を書いていたので自分たちもそうすべきだと。怒ってアシュリーに行ったのを覚えているよ。これでは十分じゃない。 オリジナルの曲を作らなきゃいけないんだ。とね。そうしたら、どんどん曲が浮かんできたんだ。1969年初頭、フェアポートのセカンドアルバム、ホワット・ウィー、ディドー・オニアはホリデイズがレコーディングされ、リリースされた時には、トンプソンは卓越したソングライターとして、頭角を表し始めていた。フェアポートのメンバーと彼らのサウンドが進化するにつれ、トンプソンは、プレイヤーとして、 また、ミート・オン・ザ・レッジのような曲で、ソングライターとしても成長を続けていた。1969年5月12日、次のアルバム、アン・ハーフ・ブリッキングのレコーディングとリリースの間に、バーミンガムのクラブ、マザーズでのギグからの帰り道、フェアポートのバンが高速道路 M1 で衝突事故を起こし、19歳だったドラマーのマーティン・ランブルと、 トンプソンのガールフレンドだったジーニー・フランクリンが死亡した。バンドの他のメンバーも様々な重傷の怪我を負った。その後、1969年、フェアポートは新しいドラマー、デーブ・マタックスを迎えて再結成し、有名なフィドル奏者、デーブ・スーブリックも招き入れた。トンプソンとスーブリックは協力して、バンドの記念すべき1969年のフォークロックアルバム、 リージリーフに収録されているクレイジーマンマイケルや1970年のフルハウスに収録されているスロースなどの曲を生み出した。1971年1月、トンプソンはフェアポートコンベンションを脱退することを明らかにした。彼の決断は計算されたキャリアの動きというよりも本能的なものだったようだ。フェアポートを脱退したのは直感的な反応で、 作曲以外は何をしているのかよくわからなかったんだ。何かを書いていて面白そうだったし、レコードを作れたら楽しいだろうなと思った。同じ頃にキャリアについて真剣に考えないようにするためにセッションワークをたくさんやっていた。1972年4月、サンディデニー、パッド・ドナルドソン、スードラハイム、ジョン・カーク・パトリック、バリー・ドランス・フィールド、アシュリー・ハッチングス、 リンダ・ピータース、アンディ・ロバーツらとレコーディングを行った初のソロアルバム、ヘンリー・ザ・ヒューマン・フライをリリースした。このアルバムは、売れ行きが悪く、マスコミ、特に影響力のあるメロディメーカー氏に嫌われた。時が経つにつれ、ヘンリー・ザ・ヒューマン・フライは、より高く評価されるようになったが、当時の評論家の反応は、トンプソンと彼のキャリアの両方を傷つけた。 1970年代までにトンプソンは、ヘンリー・ザ・ヒューマン・フライで歌っていたシンガーの、リンダ・ピータースと交際を始めていた。1972年10月に二人は結婚し、リンダが事実上のフロントウーマンとなったので、トンプソンは次のアルバムと彼のキャリアの次の段階のために構成を見直すことになった。リチャードリンダ・トンプソンのファーストアルバム、I Want to See the ブライトライツ・トゥ・ナイトは1973年5月に短い時間と少ない予算でレコーディングされた。イギリスでのガソリン不足とレコード用のビニールの入手に影響を与えたことが主な理由で I want to see the ブライトライツ・トゥ・ナイトはアイランドレコードから1974年4月にリリースされるまで1年近く待たされた。 このアルバムは評価からの評価が高かったが、売れ行きはかんばしくなかった。トンプソンの歌詞はかなり悲惨な世界観を表現しており、彼の曲の主題が彼のレコードをヒットパレードから遠ざけていたことが示唆されている。より可能性の高い説明は、元アイランドの A&R のリチャード・ウィリアムズが2003年の BBC テレビのドキュメンタリー番組、ソリタリー・ライフの中で述べている。 トンプソンはただ名声と、その装飾品には興味がなかっただけだった。トンプソン夫妻はリチャードが音楽業界を去る前に、1975年にリリースされた、ホーキポーキ、ポア、ダウンライクシルバーという2枚のアルバムをレコーディングした。夫妻はイーストアングリアのスーフィーコミュニティに引っ越した。最初は彼らのレコードからは明らかではなかったが、 トンプソン家は1974年初頭にイスラム教の秘教的なスーフィズムを受け入れていた。I want to see the bright lights tonight はこの回収の前に録音されたが回収後しばらくしてからリリースされた。リチャードとリンダの2枚目のアルバムホーキポーキの曲もアルバムのレコーディングと最終的なリリースに先立って同様に書かれた。 トンプソンたちの信仰の高まりを人々に知らしめたのはターバン姿のリチャード・トンプソンがカバー写真で写っているポアダウン・ライク・シルバーだった。彼がコミューンに滞在する前後にリリースされた3部作のアルバムはトンプソンの信念とスーフィーの聖典の影響を大きく受けているが長い目で見れば彼の宗教的信念は彼の作品に明らかな影響を与えていない。 彼の歌で表現された展望、彼の音楽スタイル、彼の歌詞で取り上げられた主題は根本的な変化を示していない。彼は以前として熱心なイスラム教徒である。トンプソンは1977年にプロの音楽の世界に再び関わり始めた。彼はサンディ・デニーのアルバムに参加し、短期間のツアーを行い、同じスーフィズムのミュージシャンたちとレコーディングを始めた。 トンプソンはこれらのセッションのプロデュースをジョー・ボイドに依頼し、最初のレコーディングに2日間を費やした。ボイドはセッションは成功しなかったと振り返り、それは本当に私が感じたのはとても貧弱なものだった。彼が一緒に仕事をしているミュージシャンにはあまり自信を持っていなかった。雰囲気がとても奇妙でうまくいっていないように見えたんだ。 この頃トンプソン一家はコミューンを出てハムステッドの古い家に戻った。ボイドはすでにリチャード・トンプソンをジュリー・コビントンのデビューアルバムで演奏するように誘っていた。余裕のあるスタジオ時間とコビントンのアルバムで働くために雇われたアメリカのセッションミュージシャンたちが利用可能な状態でトンプソン夫妻は3年ぶりに自分たちの名前でレコーディングするために スタジオに戻った。その結果として生まれたアルバムファーストライトは評論形から温かく受け入れられたが特に売れたわけではなかった。翌1979年のハードでシニカルなサニービスタも売れなかった。クリサリスレコードは契約を更新するという選択肢を取らずトンプソン夫妻は契約がないことに気がついた。ありがとうございます。